広吉王12月8日から1938年10月19日は、明治、大正期の伏見宮家の皇族、海軍軍人。最終階級は、海軍大佐。伏見宮第25代当主の伏見宮広安王、第一王子。伏見宮の継承はしていないが、伏見宮広吉王と、通称されることもある。皇順皇后の最重刑であり。 第百二十五代天皇、秋人の最重拍布にあたる。東京府立第四中等学校卒業後、第二次世界大戦以前の日本の男性皇族は、陸軍、海軍いずれかの軍人を務めることが義務付けられていた。ため、当時の皇族の軍学校入学の慣例として、海軍兵学校入学。九百十七年十一月二十四日、海兵第四十五期で卒業し、 海軍将移行補正任官海軍将校となる。この航路より、機関主然則が持病となった。同年12月8日、青年式を挙行。1918年8月1日、海軍将移任官とともに、戦艦不走の陸みとなる。1924年12月1日、広吉王は、峰風型駆逐艦の島風水雷町に任命される。 当時の島風駆逐艦長は小沢寺三郎少佐であった。横須賀陳治夫は田浦駅まで広吉王を出迎えるようにと指示したが、小沢はいくら殿下でも自分の部下だから出迎える必要はないと判断。広吉王が島風に着任して艦長室での挨拶を終えてから乗組委員一同に新任水来長を紹介した。1925年1月20日小沢少佐は 第3号駆逐艦駆逐艦長へ転任。公認の島風駆逐艦長は小林総之助中佐となった。4月20日、日本海軍は駆逐艦島風と姉妹艦波風の水雷長を入れ替える。西田正夫大尉が島風水雷長に、広吉雄が波風水雷長になった。1926年1月15日、広吉雄は、 総甲巡洋艦出雲分隊長に捕食。1927年5月20日、広吉王は、軽巡洋艦中水雷町に捕食された。8月24日、第5戦隊は、日本海での夜間演習に参加。人数は、駆逐艦わらびと衝突、中は、駆逐艦足と衝突事故を起こす。この事故発生時も、広吉王は、中水雷町として同艦に勤務していた。 9月3日、中水雷町を免じられ、第5戦隊司令部府となる。広吉王は、古高に乗ることになった。1928年12月10日、海軍詳細進級。同日府で、駆逐艦カバの駆逐艦長に任命される。1929年12月1日、よもぎ駆逐艦長と連駆逐艦長を兼任していた、伊従院松次少佐は、兼務を解かれる。 広吉王は、駆逐艦よもぎ艦長に捕食。駆逐艦切り艦長の瀬戸山康秀大尉が、霧駆逐艦長と、肝馬駆逐艦長を兼務した。1930年12月1日、駆逐艦二隻艦長を兼任していた、大森千太郎少佐は、上風艦長の職を説かれる。広吉王は、上風型駆逐艦の一番艦、上風艦長に任命された。また、 神風が所属する第一駆逐隊の駆逐隊司令も小沢寺三郎大佐となった。小沢の末娘と夫によると小沢は広吉夫が総監などを部下や自重部官にやらせるのが気に入らず船の一隻や二隻を沈めてもいいから自分でやらせろと海軍省に怒鳴り込んだという。1931年1月31日府で第一駆逐隊司令小沢寺三郎大佐は 第4区畜隊司令天民、原健三郎中佐が第一区畜隊司令に捕食される。10月31日、第一区畜隊司令は原健三郎中佐から安倍高貴中佐に交代した。1932年5月2日、上風区逐艦長と沖風区逐艦長を交代する人事が行われる。上風区畜官の広義尾は、 沖風駆逐艦長となり沖風駆逐艦長の田村隆吉少佐が上風駆逐艦長となった12月1日府で中原達平中佐は駆逐艦式並艦長へ転任金増義雄中佐は白雪駆逐艦長に大森正直中佐が美雪駆逐艦長にそれぞれ捕食日本海軍は広義雄を吹雪型駆逐艦雨切艦長に任命した 1933年10月11日、広吉王は海軍大学校選科学生となり、天切りを離れた。11月15日、海軍中佐に昇進。1934年11月6日、慶順中副長の佐藤名水夫中佐が沈田男務官長へ転任する。この人事に伴い、広吉王は中副長に任命された。 1935年11月15日、広義王は、不設艦、五福島艦長に捕食。1936年12月1日、第三駆逐隊司令、平塚史郎中佐が、第三十駆逐隊司令へ転任。日本海軍は、広義王を、第三駆逐隊司令に任命する。また、後続副部官も、浦孝一中佐から早川幹夫中佐に交代した。 当時の第三駆逐隊は、ミネ風型駆逐艦4隻編成であった。1937年7月以降の第二次、上海事変に際し、引き続き第三駆逐隊司令として出征する。同年9月25日、候補港にて、作戦中、上官の駆逐艦、島風が中国軍の射撃を受け、迫撃砲の断片により、広吉雄は左手を負傷した。 同情の早川三清中佐も重傷を負った。広吉洋負傷の方は、与内三政海軍大臣により昭和天皇に伝えられ、天皇は直ちに負傷見舞いを送っている。最前線の視察を希望して何かあったら困ると天皇に拒否された高松宮信人新王少佐は、広吉洋の負傷を聞いて、これで皇族も戦死勝者の中に参得られる上面面面面となり、 よろしと評している。10月25日、広吉王大次女の霊子女王が皇居する。前線の広吉王は10月29日の葬儀に出られなかった。同年11月15日、広吉王は吹雪型駆逐艦3隻で編成された第6駆逐隊司令に捕食される。様子広方面で行動中、病気療養のため1938年3月24日に帰国。 築地の海軍軍医学校に30日まで入院した。4月18日、宮城にて昭和天皇及び皇潤皇后に対面した。4月20日府で第六駆逐隊司令を免じられ、海軍大学校教官となる。1938年10月18日より、持病の頭打が悪化。10月19日午前2時、心臓麻痺のために皇居。 治療のため医者が薬を注射したところ、1時間後に休止したという、去年42、死亡により、海軍大佐に進入。父宮よりも早く皇居したため、伏見宮は承継しなかった。第125代天皇昭人は最重追い、皇順皇后は最重枚、高松宮引く子は10枚にあたる。ありがとうございます。